スポーツ報知取材班座談会国内男子プロゴルフツアーで今季最終戦のメジャー第60回ゴルフ日本シリーズ JT カップは30日から12月3日までの4日間東京、稲城市の東京読売 CC で行われる今季ツアー優勝者や賞金ランク上位者など30人が出場賞金王を争った中島啓太23イコールフリーイコール金谷匠。 25、イコール、ヨギボーイコール、ダンロップフェニックスで史上7人目のアマチュア部位を達成した杉浦雄太、22、イコール、日大4年イコール、大会2勝の石川遼、32、イコール、歌シをイコールら役者が勢揃い。節目の一戦の見どころをスポーツ放置取材班が座談会で語り合った。岩原正幸キャップ、今期の国内男子ツアーは中島、金谷、 セミカワ大派手といった20代が引っ張った。最終戦を占う上で、優勝を見てきた各記者に振り返ってもらいましょう。高木啓記者、中島がプロ初優勝に嬉し泣きした ASO 飯塚チャレンジ度は、金谷との2人による技術と気迫のぶつかり合いでした。中島にとって金谷は、天時代から背中を追ってきた憧れの人。プレイオフ2ホール目で決着をつけ、 金谷さんとバチバチに優勝争いをして、プレイオフで勝って。言葉じゃ表せないぐらい嬉しい。もっと優勝争いをしていたかった。と口にするほど、今のツアーの魅力が詰まっていたように思います。最終戦でも熱いゴルフを見せてくれることでしょう。富張萌木記者、私は金谷に注目しています。出場試合数は賞金ランク上位勢の中では少ないですが、 トップ10入りは半数以上の12度と、しっかりパフォーマンスを発揮しています。日本シリーズ初出場の20年は5位、21年は3位と、コース相性も申し分ありません。難しいコースの方が集中力が上がって好きと話すように、メジャーのセッティングも向いていると思います。瀬川風華記者、注目するのは蝉川です。プロ初 V を飾った関西オープンは、 ツアー史上初の天二章の重圧を跳ねのけるような堂々の戦いぶりでした。以降は苦しい時期もありましたが、11月のマイナビ ABC 選手権で、どんなことにもおおらかに、逆にガッツさももっと出す、と新規一転。優勝争いにも加わり、この変化がプラスに働くのではと思います。優勝した3試合は全て関西のコース、関西だけと言われないように、 と本人も気にしているところなので、関東での優勝への思いも強いはずです。岩原、若手では、ダンロップフェニックスで松山英樹、ブルックスケプカ、米国、ラメジャー王者を抑えてアマブイを成し遂げた新鋭の杉浦も、日本シリーズがプロ転向2戦目となり注目です。アマ日本代表として国際経験も豊富で、 強風の中でもアイアンで低い球を打つなど対応力が光りますね。東京読売 CC でどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。経験豊かな30代、40代の選手たちからも目が離せません。高木、45歳の選手会長、谷原秀人は2012年の藤田博之以来、2人目の日本シリーズ3連覇に挑みます。今季は2勝。 優勝争いの局面でも普段通りを貫けるベテランの凄みを感じます。富張、32歳の石川は今季は優勝こそないですが、日本オープン2位や米ツアー、ZOZO ゾゾチャンピオンシップでも海外勢に食らいつき日本勢最高の4位と、秋口からゴルフの状態が上がっているように見えます。三井住友ビザ太平洋マスターズでは、ドライバー、ショット、は100点。 と手応えも掴んでいました。ギャラリーに楽しんでもらおうというサービス精神も持ち合わせており、最終戦でも観客を沸かせるプレーに期待です。岩原、矢原は日本シリーズ15度目の出場で、コースを知り尽くしている強みがあると思います。昨年大会最終日の東京読売 CC の名物ホール、18番パー3での 下って曲がる2メートルのパワーパッドを決めた場面はさすがの集中力でした。15、19年大会覇者の石川は史上7人目となる大会3勝目がかかります。昨年最終日に見せた17番パー5でのイーグル後のおたけびは印象深いシーンでした。昨年は2打差5位と及びませんでしたが、4年周期の優勝にも期待します。今年も役者が揃い、 楽しみな最終戦になりそうです。